ゴラック仮面コンケルドは静岡県内を中心にパチンコチェーンを展開するコンコールドグループのテレビ CM に登場していたキャラクター。シリーズ CM は2008年1月から2010年7月にかけて放送され、コンコルドグループの CM としては初めて2年連続のシリーズとなった。静岡県限定の CM であるが地域での認知度は高く、コンコルドグループが本社を置く。 藤枝市では、近隣の静岡市のガンダム購入を引き合いに、コンケルド、市の宣伝に利用してはどうかと提案されたことがある。2008年から2009年、第一シリーズの CM が放映されたが、放映期間中に、母親役の深浦が亡くなったため、撮影が終了していた、終盤にはが放映されなかった。完結できなかったため、次のシリーズも2009年から2010年に放送。 この時に第1シリーズの終盤にはを第2シリーズの後半につながるよう放映する予定だったが最終話は結局放映されず未完結のまま終了した。変わって始まったハムレットシリーズでは2010年末に放映された中にワンカットだけコンケルドが出演していた。2011年からの心にコンコルドをシリーズでは緑が再登場している。 世界の闇を取り除き、世の中を明るくするために活動している。活動場所は特定の公園である。暗い人を見つけると、大福、ブレットという技で大福を投げつける。そして、コンケルドがその相手を突き倒して、仰向けに倒れさせると、相手からは暗さが消えて、笑顔になる。娯楽仮面コンコルドでなく、コンケルドであるのは、コンコルド元老院に、お前には、 明るさが足りないという理由でコンコルドになるのは早いと言われているため、このためコンコルドを目指して日々修行中である。ありがとうございます。